どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日も歴代最強デッキ決定トーナメントの様子をお届けしてまいりたいと思います。本日は準々決勝第1試合第2試合、こちらの様子をお届けしてまいりたいと思っております。それでは早速参りましょう。デュエルスタンバイ。さあコアカス VS カスブシューというね、夢のようなマッチアップが実現しました。どっちが勝つんでしょうか。カスブシューに先行取られてるのやばいですけど、ただコアカスって後攻取るデッキなんですよね、基本的には。あー、なるほど。基本的には簡単に2ドローは、してくるよと。さあとりあえず支援1体は立ちそうですね。支援1体立ちそうですね。道場はやばいですね。キザンありますか。キザンはあるんでしょうか。まあ、一旦挨拶のように支援が立ち、挨拶6部衆支援が立ち、道場の効果で風魔出てくる。ちょっとキザンやめて、キザンやめて。あ、新鋭ある。支援きついって。支援きついよ。支援相当きついよ。これ大丈夫かな。支援相当きついけどね、これ相当きついけど、これもうあのコアカス側は耐えてなんかその素で引き込むしかないですよね。そのどうせ混合格が止められるんで、どうせ混合格が止められるから、もうなんかいい感じにこのカイトルドっていう最強モンスターで耐えてで、ここで引き込むしかない。自分を信じろ。よし、いいぞ。まあ、とりあえずこれで、あと1ターンは猶予ある。あと1ターンは猶予あるから、これで溜め込んで相手に選択肢をいくつか与えて、どこ止めるっていう、そういう話をするしかない。さあ、キザンが来た。キザンの力が来た。やばい。カイトロイド発動。おら、そしてカイトロイド発動。おら、2400がもらって、さあデッキトップ勝負。ドロー。とワンチャンあるんじゃない、ワンチャンあるんじゃないの、ワンチャンスあるでしょこれ。これ局所か。これ難しいな。いきなりコアキメイルマキシマムはちょっと辛いな、怖いしな。これは一旦局所なんじゃないか。これ止めさせるか。さあどうするんでしょうか、遊戯選手。まず一発局所、挨拶していく。止めないんすか。まあ、一応混合格だけは発動して、これ別にサーチできなくても、まあ、墓地に行けばね、なんとかなりますから。まあまあ止められていく。で混合格効果で除外してマキシマム出していく。よしいいですよ、頑張ってます。でコアキュエルマキシマムの効果発動、支援の道場を破壊し、スキル発動して、キザの力、これバトルするかしないか難しいですけどね、これね。一応していこう。次のね、開始のターンのリハンが怖いですから。さあここは遅延の効果によってキザンを顔に破壊していく。さあなんとか頑張りました。小脇ベール側、あとは神に祈るのみ。トップ杖。トップ杖。勝てるかバカタレが。なんだよこのデッキ、強すぎだろ。こんなんと戦ったんですか当時我々は。嘘だろ、これ誰も勝てなくない。さあ準々決勝第2試合、絶対運命力デスペラード括弧強欲なツボス3積み VS ロイド召喚獣コンセントレート3積みの戦いとなっております。コンセント3積みって響きやばくない、マジ頭悪すぎだろ。ロイド召喚獣ですからね、相手は。まあ一応アレイスター召喚から、あれですわ、
メガロイドでパチコーン割ってでカイトロイド持ってくるパターンだ。あ、サブマリノイド、サブマリノイド持ってくるパターンだ。そして召喚魔術の効果を発動。アレイスターおよび、あー、これサブマリノイドですか、呼吸とっすか。これさ、俺さ、これ気づいたんですけど、呼吸とす抜く手段なくないこれ。あ、待って、冷静に考えた。俺ちょっと、はい、すいません、ちょっと考えたんですけど、これ呼吸とす抜く手段ないんじゃないですかこれ。呼吸とす抜く手段ありますこれ。え、なくないですかこれ。呼吸とすこれ抜けます。え、これ抜けないよねこれ。2900効果では破壊されない。まあでも相手もそんな1800だから簡単に抜けないかなと思うけど、これやば、これやばくないこれ普通に。これ大丈夫で、アレイスタ召喚して、アレイスタの召喚はまあ一旦とりあえずほっといて、で魔術を止めていくっていうパターンでしょうね。おそらく魔術をリンネっていうパターンでしょう。まあアレイスタが手札にいるかどうかっていう、あ、まあ、あ、そうなっちゃう、まあでもそうなっちゃうのは別にいいか、そうなっちゃうのは別にまあしょうがないかなっていうところはありますね。で魔術打ってくる。さあこの効果はしっかりとリンネのパーシアスの効果によってパーシアスを選択し、ここは一旦まあデスペラとかまあアルカナフォースかなんか切って無効にしていくと、1000ライフ払いながら魔術無効にして戻しながらモンスター特殊召喚。いや特殊召喚してもいいけどこれ意味ねえんだよあんまり。これコンセントあるからこれ守備しかないもんね。これコンセントかもしんないからこれ守備しかなくて、でまあこうあっちもただ2100って意外と突破できないっていう話ありますんで、ああ、まあ一応これでもね、これ思ったのはそのリンネのパーシアスを使うと召喚魔術がデッキに戻っちゃうんですよ。デッキに戻っちゃうっていうことは逆にまた引けちゃうっていうことなので、これ若干これきついっていう。ボチー君だったらまだワンチャンあると思うんですよ。これね戻っちゃうんですよねあのカード。ってか全然カップが引けません。全然カップが引けないし、狡猾きっつ、きっつ、これリンネじゃない、これリンネしかないわ。リンネして摂理見せて、摂理かこれ、デスプだろ、デスプだろ、もうデスプいらんくない、これデスペもうこれ 出してもこれ勝てねえから、これデスペを捨てながら止めて、で無限に耐久だ、でモンスター特殊召喚していこうでしょう。でパーシアス守備。お互い突破口ねー、お互い突破口ねー、このデッキ。いやー、これ突起は持ってきても意味ねえんだよな、突起は持ってきても意味ねえんだよな、これ積んでんだよな、これ盤面が、盤面積んでんだよな、これ採用さん、採用さん、これ盤面積んでるんですよ多分。これだってさ、どうやったってさ、どうやったってさ、あの2900の肉壁をさ突破できなくないですか、デッキ的に。できたっけ、俺ねできないと思うんだよね多分。これまあ出させないという選択肢はもちろん取れるんですけど、これ出されちゃうともう無理っていう。あ、来た、やっとカップ開きました。さあカップオブエースの効果発動。まだ幸いコインは一度も使っていません。デビルコメディアンか、デビルコメディアンセットでターン終了。これ相当きついっていうか、あのデッキ切れで負けるっていうまである。召喚魔術の効果は一回デビルコメディアン説あるな。デビルコメディアンの効果発動。デビルコメディアンの効果によって、あ、でも待って、デビルコメディアンの効果使ってアレイスターを、除外しちゃうと、出ないけど、アレイスター開始されるわ、これ。誰か助けて、誰か助けてください。でアレイスター効果はこれ摂理だ。いけ、頑張れ採用。無限に遅延しろ、無限に遅延しろ、勝てないかもしれないけど無限に遅延しろ。よし頑張ってるぞ、頑張ってる。カッパも使うしかねえ。カップオブエースの効果発動。
強欲なツボ3連打ーカード1枚セット、さあ終了。さあ採用選手どうやって勝つんでしょうか、どうやって勝てばいいんでしょうか、どうやって勝てばいいんでしょうか。いよいよとなったらね、あのプルガトリオっていう最強のモンスターがね出てきちゃいますからね、それだけはなんとかしたいと思っておりますか。向こうも向こうで結構そのデッキの枚数的にはまあかなり有利なんで、まあ、あんまり動かないということでしょうか。さあアレイスター召喚し、アレイスターの効果はしっかりと設備で止めていく。ビリ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 、これ迷惑じゃない、これ迷惑なんだけど、なんだこのデッキ。でもアレイスター一応墓地にはもう2枚いってんのか、結構あれじゃない、いけんじゃない、なんか無理か、でも無理だ、あの2900の肉撃突破できないわ。やっぱさこのモンスター害悪だよな、このモンスターが害悪すぎる。でしっかりと設備でえこれアレイスター全部いったんじゃないの、これアレイスター全部いったんじゃないの。まあ、でも向こうは召喚魔術引いたら出てくるからな、どっちにしてもほら全部いってんじゃん、アレイスター全部いってます、墓地に結構頑張ってますけど残りデッキ2枚です。採用選手これは敗因、これカップオブエースでは、これ敗因カップオブエースでは、敗因だってさ3回使ってっからさ、カップオブエースやばいって。でメガロイドシティでセットカードをぶち割っていく、でカイトロイドを墓地に送りながらのカイトロイドをサーチ、さあ念には念を入れて残りデッキは2枚、残りデッキは2枚、カップオブエースか、カップオブエースはもう引けないデッキがありません、カップオブエース発動できません。さあゴズミックサイクロンの効果、あのセットカードは除外されていきます。さあこれは厳しい、採用選手終わった、臭いです。さあアレイスターと炎属性モンスターをゲームから除外し、さらに墓地の送り召喚獣プルガトリオが出てきちゃいました。アレイスター回収されます。これデッキ入れまでも粘らせてくんないパターン、デッキ入れまでも粘らせてくれないパターン来たー、うわーうわーゴーキメーキモキモキモ、このデッキ優勝候補だろこれ。